方でも今年は夏にねイベントとかも、はいはい、言ってましたね、うん、させてもらえたりとかあったので、はいうん、そういう部分でも静岡もずっとつながっていきたいし、まあ、特にゆるテレとかこうねあの動画とかであればネットで配信すれば、はい、そうですみんながまあ見れるし、はいうん、でその地域地域おなんか今回11月やったら11月といえばツインメッセで静岡ちゃうのみたいな話もネットだから触れるし、そうですね、うん、なんか大人ですね、ねまあ、まあおじさんですけどね、まあね本当いやなんかこの今日がまあゆるラジが最後だったと、うんまあ、ゆるラジレディオソウル木曜日が矢内さん担当っていうのも最後だったと、うん、なんかああ最後なんだとかこうかなり思ってたんですよ私は、うん、でも案外その当の本人は結構もうケロッとしてるというか、うん、もう次を見てるというかなんか大人かな、うん、あのね、でもねちょっと前の方がやっぱり辞めるとか決めたりとか、はい、あと辞めるっていうまでの間とかはすごいやった、やっぱり続けようかなどうしようかなどうしようかなとかってすごいあったけど、もう辞めるって決めて、まあ内藤にも話したやんか、はい、でいろいろ本当に僕の周りの人たちとかにも話してたら、でも僕ってそういうタイプちゃうってみんなが言うよね、うん、なんかここにずっといて、なんだろう、ここで何かをするよりも、はい、もっといろんなところに行きながらいろんな行動しながらやってる方が合ってるし、だからといって静岡にも絶対に来ないわけじゃないと思うし、まあ、そうですね、でもみんななんか言ってくれて、僕の周りのね人たちはみんなそう言ってくれたので、うん、そうそう、だからこれでさよならっていう人もいるかもしれないし、あさよならだったら4年間も一緒にやってないで、あちょっと、ま、泣けちゃいますよ、笑ってるやん、ね、大笑いやんちょっと、うん、でもなんかこういう会話も普通にできるようになったよね、なんかそういう切り返しとも言わなかったのね昔はね、どうですかちょっとこれはちょっと、うん、見たいですね、うん、見たい、あのゆるラジの第1回とかをちょっと聞き直したいです、うん、まあ、ゆるテレのゆるテレの第1回は病院ですね、うん、あれはじゃあ2年ぐらい前ですね、うん、その時はもう結構喋ってますかね、そしたら、うん、あの時にねあのゲストも映ってはないけどゲストも来られたからね、そうですよ、うん、大御所が来ましたし、そうね、ちょっとゆるラジちょっと聞き直してみます、うん、自分の成長を、まあ、僕も本当にそういうのをなんだ、例えば内藤も僕よりも年下やけど、はい、いろいろこうほら、まあ、サッカー選手なんかでも年下の人たちはいるけれども、はい、なんだろう、年下だから年上だからっていうんじゃなく、やっぱりしっかり自分の意見とか持ってたり自分自身の進む方向とかがしっかり見えてる人たちが自分の周りにたくさんいるのかなっていう気がするんよね、そういう人たちがいるから別に静岡を離れることが別に決して寂しいことでもなく、反対にそれでもっともっと広がりが出てくるのであれば今後はその方が楽しみが増えるんじゃないかなって思うから、うん、素晴らしい、なのでまあゆるて楽しみにしていただきたいと思いますし、まあプラスあとねゆるラジ番外編とかは普通に撮れるからね、あそうですか、そうそう全然、あそうですか、うん、そのゆるラジからのゆるラジなわけじゃないですか、うん、まあ当時はね、はい、うん、ゆるラジからの、だからそこはいいんですか、使ってゆるラジっていうことは使って大丈夫なんですか、別に問題はない、だってゆるラジやん、そんな部分で固くなる必要性はないやん、ゆるラジやん、まあ、そのこうFM ハイさんがとか別にないんですね、そういうのは、ぶっちゃけじゃあ、はい、何かを言ったら、はい、僕は握ってることはたくさんありますから許しません、あそうですか大丈夫です、じゃあ使えるんですね、はい、使えます、例えばの話ですよ、うん、他のその関西に帰って、うん、そっちでラジオやるってなった時に、うん、ゆるラジっていう名前を使えるんですか、使います、あ使います、使いますよ、使います、うん、文句が文句言うんだったら、うん、矢内さんがなんか握ってること言っちゃいますからね、いっぱい握ってますよ、いっぱい握ってますよ、うん、なるほど、はい、うん、じゃあとりあえず、うん、ゆるラジは、うん、
しばらくお休みかなっていうぐらいな感じなんですね。そうですね、うん、と思ってればいいんですか私も、うん、そうです。あ、わかりました、はい、もしかすると番外はするかもしれない。番外はそうですね、はい、うーん、そういう感じです。だからなんか別にそんなに、はい、あの、うん、さよなら感っていうのはあんまりないんですけど、僕的にはちょっと楽しみだなっていう部分の方が多い。それいいことですね、うん、鼻で笑ってるで、はい、うん、いやでもあーねー、今日のあのユーラジ、うん、レディオソウル木曜日、うん、これ全編もらえるんですかね。欲しいの、はい、あああげるよ。ちょっとなんかね、ちょっと寂しかったっすもん。また最後のエンディングの歌が良かった。まあそうだね、うん、あれはちょっと、うん、あの矢内さんが席にいて、うん、まあ、その隣にまあ私が座って、うん、でここのスペースにこう、うん、ゲストの方が、うん、マジシャンたちがね、はい、うん、何人かいたわけですけども、うん、まあ、その中でこう男の方が 1,2,3,4 人いたんですかね、うん、で女性の方が1人いて、うん、俺その女性の方が泣いちゃうんじゃないかなと思ってそうなの？そうなの？それぐらいなんかちょっとなんか感動しちゃいました。なんか何にも考えてなかったから、エンディングで何を喋ろうかとかも、なんか意外にちょっと自分で喋りながら、うん、繰り返し感があるなとか、自分ではなんか、うん、ちょっとな、もうちょっとかっこよく喋られへんかなって思いながら喋ってたね、あれでも。あ、そうですか。あとプラス時間が、もうないやんな、うん、どうしようかな。で、もう、挙句の果てには、もうちょっと外の人たち写真撮るのやめて、みたいなのが。そうそう。うん、いや、ちょっと、また、そう、まあ、歌のチョイスもやっぱ、うん、良かったですし。どうしてもこれ、僕の番組のラストに使うっていう曲やったから。ああ、そうですか。うん、ああ、いや、ちょっと感動しちゃいました。うん、ね、ちょっと、あいつも途中で入ってきたしね。そうなんです。いや、うん、ちょっと、やっぱその、愛されてますね。可愛がってるからね。やつさん、やっぱ愛されてますよ。可愛がってる。時間ないのに、急いで来てくれたわけですよね。うん、最後の姿を見に、もうね、番組中に、おい、いつ行ったらいいんや俺今トイレにおるぞどうしたらいいや入ってこいやとかってで入ってきたそうそう、素晴らしい、うん、まあでも本当にこうね、僕が大好きな人間だから、みんなでこう、うん、つなげたかったし、 あいつともちょっとね、うん、ありがたい連絡先を、はい、なのでね、他のチームのそれこそ、はい、藤本純吾くんとかも、はい、途中でメールくれたりとかしてね、はい、うん、内藤さんの試合を見に行きたいので一緒に行きましょうみたいなのが来たりとかね、うん、今日僕最終回なんかそういう気持ち全然思ってないやろぐらいな感じの、普通にみんなこう、うん、うん、来るのがなんか普通っぽくてよかったです。なんか、あ、そうですか、うん、みんなやっぱりなんか可愛いなって思いました。ええ子たちだなと。ありがとうございます、はい、まあでも本当にナイトもそうわざわざ来てくれたよ。わざわざ来たんですよ。本当に、ね、乗り換えてきたんですから。うん、何携帯のキャリアを乗り換えたら、それはそっち乗り換えたら、そろそろ乗り換えようかなとか思ってたりとかするけど。そうなんですか。いやでも新しいほら出たやん、6とか6プラスとか。ああ、はい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 、うん、ちょっとあの辺ね、うん、まあ今ちょっとなんか不具合多いからちょっと待っといて、うん、ちゃんと治ってから。サウナ好きですもんね、うん、なんかそんなイメージあります、うん、まあ新しいものとかね。そうそうそう、すぐ飛びつく。うん、あの発売になった初日とかにいろんな人からメールが来て、買ったとかって、いやあの買ってはないまだとか、僕別にそこまでいきなり飛びつかないから、こう並んだりとかせえへんからみたいな。ああ、そうやけど、みんななんかそういうイメージを持ってる。そう、なんかそんなイメージあります。そう、本当申し訳ございません、そうではない。うん、でもな、いや、あのちょっとこう話が戻ってしまうんですけど、うん、やっぱ静岡、このゆるラジがあったから結構やっぱ静岡にもこう来る機会は何回かありましたし、うん、またこう電話で静岡のラジオに出てると、うん、静岡っていうのがすごくこう自分の中で、うん、あんま来ないですけど回数は、うん、でもなんか身近に感じてた部分があったので、うん、やっぱ矢内さんが静岡を離れると
ると同時に自分の中でもう静岡っていうキーワードが出てくる回数がやっぱ減ってしまうので寂しいなとちょっとね感じてしまいましたよ。うん、僕いろんなところに行きたい。でこい。いろんなところに行きたい。いろんな人とまた話したい。うん。いろんな人と友達になって自分が好きな人がもっと増えるやん。なら、はい、好きな人同士をこうまたくっつけたいなっていうところもあるし。うん。うん、なんか静岡もだから離れるけど別に来るで。うん。余裕で。余裕で来るで。ほら忘れてた頃にいろんなお店とかにバーンとか行って「いやー!」とか言われて「いや何来ないと思ってたの?」みたいな質問、はい、あのこう J リーグはどこのファンですか？ J リーグは、はい、やはり清水エスパルスを応援してますですよね、うん、それってそう関西に移動してもそうなんですかね、うん、清水は当然好きですよ。あですか。でも、はいはい、清水にいたいろんな選手が今例えば兵藤くんなんかも千葉にいたりとか、はい、藤本純吾くんとか例えば伊藤翔くんとかマリノスにいたりとか、はい、岩下くんとかがねガンバにいたり、はい、いろんな選手がまあ本当にカテゴリーは下がったけど、うん、J2 とか J3 とかにいたりとかするじゃないですか、はい、もうそこにみんながいるから意外に結構どのチームも見ちゃう応援しちゃうしで特にそのチームでその選手が得点入れたり活躍したりとかしたら、はい、やったって思う。お、うん、もっともちろんなんだろうエスパルスとどこかが当たった時にそこの相手チームにね元エスパルスの選手がいたら、はい、うん今日は活躍しなくてもええでとかって思うけどでもいいプレーとかしたらうまいよしとかって思うし、うん、なんだろうその、うん、僕は、まあ、もちろんチームとしても好きなのかもしれないけどやっぱり人として好きになりたい、だからチームを離れたらその人はもううちのチームの選手じゃないじゃなくて、うん、チームを離れてもうちの番組に例えば来てくれたりとか、はい、うん、すごい話もよくしてたし、うん、いい選手だったし、まあ、その選手が活躍してるんやったらやっぱり褒めてあげたいし、やっぱり点取ったらメール入れるし、おやったやった、うん、入れるし全然なんか、うん、はい、でもそういう、うん、あの例えば今度なんかね関西の方でそういう番組をやるとしたらそういう番組をやりたい。だからどこのチームをっていうんじゃなく、あ、うん、なるほど、だから本当にこういろんなチームで例えば別にトップの選手とかが偉い選手、はい、すごい選手とかが来るような番組じゃなくて例えば、まだそのトップとは全然出れてないけれども入ったばっかりででもなんかやっぱりこう自分自身のセルフプロデュースって絶対にスポーツ選手なんかも必要だし、まあ、今の普通の個人だって必要だと思うよ。そういうのをする場とかが別に自分がやることができるラジオがあったとしたらそこに出てどん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 なんか自分のキャラとか出してくれればええし、はい、うん、そういう部分であこういう選手もいるんだって思ってもらって知ってもらうなんか役割とかもできてもいいのかなと思うし、まあ、内藤もそうだし、例えばね、まあ、昔よくほら渡辺くん静岡、あ、鍋ちゃん、うん、鍋ちゃんとかね、今、うん、どっか行っちゃいました、うん、はい、そういういろんな、なんだろう、選手も含めてなんか自分自身をこうアピールできる場を持てる、はい、そんな関西野球だけじゃないでみたいな、阪神だけちゃうでみたいな、いろんなスポーツあんねんでと、そのいろんなスポーツのトップに向かって進んでる子供たちもたくさんいるわけやから、はいはいはい、ね、そういう子たちが憧れ持つ選手っていうのがこういう人たちなんだっていうのを、うん、見せるような、はい、番組とかができればいいかなとか、でもそうやん、うん、はい、伊藤だってそうやん、ありがとうございますね、うん。